それではただいまから令和3年度刈谷市総合式典を開式させていただきます。大寒の厳しい寒さが身にしみる季節となりました。本日ここに令和3年度刈谷市総合式典を開催いたしましたところ、少し何かとご対応中にもかかわらず優勝者皆様のご臨席を賜り、心から厚くご礼を申し上げます。本来であれば多くのご来賓のご臨席を賜り、盛大に刈谷市総合式典を挙行するところではございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため規模を大幅に縮小して、功労者表彰、特別表彰および一般表彰の各部門の代表者の皆様のみのご案内とさせていただきました。市政の進展に多大なる貢献をいただきました皆様をご来賓の方々と共に盛大にお祝いすることが本意ではございますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。さて、新年を迎え、全国的に新型コロナウイルスの感染が急速に拡大をしており、予断を許さない状況にあります。本市におきましても、市民の皆様の暮らしを守るため、新型コロナワクチンの接種をはじめ、感染拡大防止対策、地域経済対策に全力で取り組んでいるところでございます。本日この式典において表彰させていただきますのは、長年市政にご貢献をいただきました功労者をはじめ、世界で活躍され顕著な成績を収められた方、地方自治の発展、福祉、産業、教育などの各分野において多大なる功績を挙げられた方、各種方面において善行を重ねられた方、そして多額のご寄付を賜った方であり、ここに深く敬意を表する次第であります。今後も市民の皆様が元気に笑顔で、未来へ希望を持って安心して住み続けられるよう、本市の将来鉄道である人が輝く安心快適な産業文化都市の実現に向けて取り組んでまいりますので、改めて市民の皆様、関係者の皆様のご支援、ご協力を重ねてお願いいたしますとともに、ご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げまして、式辞といたします。本日、ここに令和3年度刈谷市総合式典が開催できますことを心よりお礼申し上げます。また、ご臨席の皆様方には、日頃から市政全般、並びに私ども市議会に深いご理解とご支援、ご協力をいただきておりますことに、重ねて厚くお礼申し上げます。私たち市政に携わる者といたしましては、市民の皆様の声をよく聞き、企業各種団体の皆様との共同により、住民福祉の向上を目指して、しっかりと施策の実現に結びつけていくことができるよう取り組んでまいります。結びにあたりまして、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。表彰状、伊藤幸弘様、あなたは長年にわたり本市の発展に貢献されました。表彰状、チームグランドクルーザートヨタオートボディ様、あなた方は2021ダカールラリーサウジアラビアに
しまして、令和3年度刈谷市総合式典を閉式いたします。